この記事では、広島県広島市内にあるテレビジョン放送と FM ラジオ放送の親局送信書について述べる。FM 放送が七山と黄金山、テレビ放送がえげ山と3カ所に分かれている。広島県を放送対象地域とするすべてのテレビ FM 放送の親局が位置する。広島県全世帯の46%、約50万世帯をカバーしている。 広島県においては、地上デジタルテレビジョン放送は2006年10月1日に開始することが決定し、これに先立ち2005年11月15日、全国のデジタル放送見返しの放送事業者とともに、在広島のテレビ局にも予備免許が交付された。送信書については、デジタル放送が UHF 帯を使用することと、UHF アンテナ1本で在広島のテレビ局を、 視聴できるようにするため、アナログ UHF 親局が位置するエゲ山に共同設置することを各社局で決め、2003年7月から送信所の建設工事が始まった。また電波銀座といわれる瀬戸内海に位置するだけあって、この頃から広島県でも現行アナログチャンネルの移行、穴穴変換が行われ始めたが、全国の送信所と同様に親局のチャンネル変更はなかった。 そして本放送開始半年前の2006年4月3日に、ナルト在広島のテレビ局前社局が試験電波の送信を開始したが、この試験電波は PN 信号を発射することによるもので、映像、音声は送信されず視聴はできないものであった。また出力は当初は30ワットでの電力発射で、その後5月上旬から200ワット、6月上旬からフルパワー三キロワットへと、 段階的に出力を増力していった。この頃になると、テレビ各社局や送信所のデジタル施設も続々と完成していき、同年4月18日10時には、エゲザンのデジタル送信所で、竣工式が行われた。その後各社局とも技術的な調整を行い、6月23日には、全社局とも映像、音声を含めた試験放送を開始。これは、 放送局 ID 付与によるもので一般のデジタルチューナーでも視聴可能な放送が始まった。またこの放送は原則終日フィラーの繰り返しであり、原力あるいは低波したりすることがあるものであったが、一部時間帯でアナログ放送とのサイマル放送を実施する社局もあった。そして放送開始2ヶ月前になると各社局が以下のスケジュールで終日アナログ放送との 完全サイマル放送を行うサービス放送を開始した。RCC テレビが最後となったのは7月下旬から番組単位で単発的にアナログ放送とのサイマル放送を行っていたためで結果的にサービス放送の開始は他社局に遅れることになった。サービス放送を開始した各社局は最終調整を行った上で9月28日に総務省より それまでの予備免許から本免許にあたる無線局免許状が交付され、予定通り10月1日日本放送を開始した。当時西日本各地の国土交通省より、雷注意報が発表されていた2008年8月14日6時30分頃、RCC テレビの黄金山送信所で、落雷によるものと考えられる事故が発生。黄金山送信所の商用自電設備が焼損。 バックアップのための自家用発電設備までもが、焦損して、完全に停電。自家用発電設備の応急修理が完了し、運転開始するまでの5時間弱、黄金山送信所及びこの TTL にある各中継局が停破、広島県西部及び北部でのアナログテレビジョン放送が停破した。また、黄金山送信所の完全停電が長時間に及んだため、 黄金山送信所を経由する広島県東部向け回線も約3時間後にバックアップ蓄電池切れによりダウン。東部向け放送もできなくなり、以降自家用発電設備が仮復旧するまで広島県全域でのアナログテレビジョン放送が完全に停破した。これにより黄金山送信所で設備を共用している広島 FM の放送にも影響が及んだ。停破中。 RCC ラジオでは、停波状況を随時放送、また放送再開直後のローカルニュースにおいて、黒焦げとなった黄金山送信所の電源設備の被害状況を、放送、テロップ等による謝罪を繰り返し言った。この事故は、電源室火災となり、消防車まで出動する大きなものとなったが、幸い送信所全焼等の最悪の事態には至らず、人的被害もなかった。 なおこの日、広島県では16万世帯以上が送電線などへの落雷が原因で停電、最大で14時間以上電力供給が停止、JR 西日本各線でも落雷による信号機故障などで運休や遅れが相次いだ。アナログの在広島のテレビ局の親局は、UHF の広島ホームテレビとテレビ新広島は、秋区の初岸さに設置しているものの、 VHF については、NHK 広島放送局は、南区の七産、RCC テレビと広島テレビは同じ、南区の黄ゴンさんと、それぞれバラバラに送信書を置いていた。このため場所によっては、アナログ放送用 VHF アンテナを、壺根ごとに設置する必要があり、VHF アンテナを2本設置しなければならなかった。そこで、各放送局は、デジタルテレビの開始に際し、 送信書を集約することを決め協議した結果、UHF 親局2社のアナログ送信書に近い、えげ山に、全社共同のデジタル送信書を設置した。NHK 七三放送所七三は、広島市中心部に位置する標高70.9メートルの球場の山で、山全体が七三公園として整備されている。基地局がある地にはもともと七三陸軍墓地が存在した。 ここには NHK 広島放送局が FM 放送の送信書を置いている。送信書は海抜64.3メートルの山頂付近に位置しているが標高が低く周りを市街地に囲まれているため一部地域ではビル影による南朝地帯がある。空中線地上高は61.4メートルである。アンテナはスーパーターンスタイルアンテナ8段。 完成から55年以上を経過し、老朽化が進んでいるため、隣接地に新しい FM 放送の送信局舎と鉄塔の建設が予定されている。黄金山は標高221.7メートル、蒸気七山と同じ南区であるが、七山の南東約2.4キロメートルに位置している。山頂にはかつて広島テレビと RCC テレビが アナログテレビジョン放送の送信書を設けていた。このうち RCC テレビの鉄塔には広島 FM の送信書を設置し、RCC ラジオも FM 保管中継局との開始に当たり送信書を設置した。かつて広島テレビの鉄塔はジャパンモバイルキャスティングに転換されたが2016年に閉局し存在しない。北と南の2カ所にピークが存在し、 三角点があって、最高地点である北側のピークに、かつての広島テレビ、南側のピークに RCC ラジオと広島 FM が位置する。また北西へ約 2.4km の地点には、七山がある。RCC アナログ TV 広島 FM、RCC ラジオ FM 保管両者が、局舎、鉄塔を共同で使用していて、FM 放送を送信している。 アンテナは各社単独で使用し、鉄塔上段が RCC ラジオ FM 補完、下段が広島 FM である。アナログテレビ放送の終了後、同鉄塔に設置されてきた RCC アナログテレビのスーパーターンスタイルアンテナが撤去され、その後 RCC ラジオ FM 補完中継局の開始に向けて新たにスーパーターンスタイルアンテナが取り付けられた。 広島テレビアナログ TVJ モバの TV の TV 送信所北側のピークに位置し、広島市を見渡す展望台に隣接している。かつて、アナログテレビ放送を送信していて、鉄塔、局舎、アンテナなどの施設はすべて広島テレビ単独で使用していたが、デジタル放送以降後は J モバの TV 送信所になったが、2016閉局、2017年解体。 空中線形式はスーパーターンスタイルアンテナ12段。エゲ山には在広島のテレビ局送信所が置かれている。エゲ山の標高は593メートルで最高地点の西側に在広島のテレビ局協同によるデジタルテレビ放送所が位置する。なお、ホームテレビ、テレビ新広島のアナログ施設は2011年11月に解体、撤去された。 広島ホームテレビアナログもとも北側、三角点を持つピークに位置していた。鉄塔、局舎、アンテナなどの施設はすべて広島ホームテレビ単独で使用していた。空中線形式は4リットル総ループアンテナ4段4面。テレビ新広島とともに ERP は国内最高であった。テレビ新広島アナログホームテレビの南側、在広島のテレビ局送信所による、 デジタル送信所の北側のピークに位置していた。鉄塔、局舎、アンテナなどの施設はすべてテレビ新広島単独で使用していた。空中線形式は4リットル総ループアンテナ4段4面。在広島のテレビ局送信所送信所、全経在広島のテレビ局によるデジタルテレビ送信所が置かれている。正式名は、広島デジタルテレビ放送所。 地上波デジタル化の際、テレビ新広島の南側のピークに新たに建設され、施設は、鉄塔、局舎、アンテナともすべて共同で使用している。鉄塔は北側に位置していた、既存局より高く117メートルである。日本放送協会総合放送文化、研究所放送誌編集室、NHK 年間69、日本放送出版協会、1969年、 225ページ。中国地域発のマルチメディア放送に、予備免許から、携帯端末と連携した、新しい放送メディアの誕生、総務省中国総合通信局、ABAM ラジオ放送を補完する、FM 局の免許申請株式会社中国放送2014年12月22日。二千十五年九月八日閲覧二千十五年十二月一日から、RCC では、 FM 保管放送を開始しています。株式会社中国放送2015年12月17日、閲覧 ABCD 広島県内の AM ラジオ南朝対策で FM 保管中継局に予備免許、ホームページ閉鎖のお知らせ、アーカイブド2016年6月29日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。